2019明治安田生命 J3 リーグ第27節 FC 東京 U23 対 SC 相模原の一戦をお送りいたします。 J3 は3月に開幕しましたが、リーグ戦も今節を含めて残り8試合、いよいよ佳境に入ろうとしています。勝負どころを迎えています。それではここで先日の台風19号で亡くなった方々への黙祷が捧げられます。亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りし、哀悼の意を込め黙祷を行いたいと存じます。では FC 東京 U23 のフォーメーションです。システムは 4-4-2 です。今日は大森、岡、安田と3人がアカデミー所属の高校生。一方でフォワードにはトップの J1 でもコンスタントにプレーをしているブラジル人のジャエルが入っています。今日これは一つのサプライズになっています。続いて SC 相模原の予想フォーメーション、システムは 3-4-2-1 が予想されます。勝利した前節八戸戦と全く同じ11人がスタメンです。ワントップの27番大石は3試合連続ゴールを目指します。梶山、キックフェイントから梶山のシュート、シュートブロックです。ただセカンドボール、もう一度相模原が拾います。梶山、左足のクロス、ワントップに入っているのがこの大石です。チームトップの7ゴールを挙げています。もう一度右サイドから中村、クロスが上がる、ヘディング、田中のファインセーブ。ジャエルのヘディングはキーパー田中のビッグセーブです。速いボールダイレクト、原が前を向く。そしてジャエル、クリアがちょっと中途半端になった。品田からもう一度縦パス、ジャエル裏へのボールが入ってくる。矢島、こぼれ球、押し込んだ。原が2試合連続ゴール、今シーズン13ゴール目。ジャエルがここでボールコントロール誤ったんですが、このクリアがミスになって品田が縦パス、そしてジャエルのこの柔らかいボール、矢島のシュート、田中が弾いたところ最後原が押し込みました。キーパーの田中に戻して、田中はもうシンプルにクリア。セカンドボール拾った FC 東京 U23、 ジャイル、宮崎、左足、ポストをかすめました。強烈なシュート、宮崎。ちょうど FC 東京のサポーターの前での際どいシュートでした。キッカーは再びカンメラ、先ほどから少し落ちるボールを蹴ってきています。ここもファーサイド上がってくる。キーパーの畑野のワンタッチがあって逆サイドからコーナーです。カンメラが非常に鋭いボールを先ほどからセットプレーで蹴り込んできています。大石、伊藤、柔らかいボール、カンメラが競る。ボックス内ボールが入って大石が絡んでいく、シュートを打った。千秋、こぼれ球、川上のシュート、キーパー畑野がワンタッチやってコーナーキックです。枠を捉えた川上のシュートでしたが、畑野が冷静に対応します。川上最終ラインまで戻して、三馬龍平から大きな展開、カンメラが抑える正確なトラップ、クロスがファーサイド、平石が折り返す。接触プレーがあって PK の判定です。平石はまだ起き上がることはできません。平石の顔面にディフェンダーの足が入りました。キーパーは畑野、そしてキッカーは大石です。大石が冷静に決めた。3試合連続ゴール、今シーズン8ゴール目。相模原が1対1の同点に追いつきます。キーパーの逆をついて、しかもここしかないという一番難しいコース。
安田、宮崎、ジャエル、裏を取って中村めがけたボール、原に渡る、原のシュート、久しぶりにシュートシーンを作ったという FC 東京 U23 です。ベンチからはやりきれとの声が飛んでいます。最後にロングボール放り込む、ジャエルが競る、折り返すことができない。そしてここで試合終了のホイッスルです。 FC 東京 U23 と SC 相模原の一戦は1対1の引き分け。リーグ前半戦に続いて今シーズンは2戦2分けという両チームの対戦成績です。